ということで今日ね、何をしたいかっつったらですね、まあ、最近お気に入りのボトムスの紹介でございまして、本数的に 1,2,3,4,5,6,7 7本ですね、デニムが多い。で、久しぶりにね、このラングラーのコーデュロイパンツ履いてたんですけど、これもやっぱいいっすね、このね、色合い。ダークグレーに、このね、ミリタリー系のジャケット、色合い最高です。ということで、まあ、1本ずつね、やっていこうと思うんですけれども、途中、間にですね、やっぱ着用動画を入れた方がいいかなと思ってですね、喋ってる間にポーンとね、履いてる動画もアップすると思います。その時に、今日これ、こちら。コンバースのオールスターのホワイトですね。こちらを、まあね、どのボトムスにでも合うと思いまして、まあこれからね、春シーズン、このね、白いスニーカー、このね、メイドインジャパンモデル、この黒いライン、いいですよね。ということで、このスニーカーと合わせた着画も含めてですね、やっていこうと思うんですけれども、あとね、ベルトなんですけど、僕ね、もうずっとこれ、何年もこれをずっと基本的に使っております。ユニクロのね、あのレザーベルトなんですけど、バックルの部分がブラックなんですよ。ただだんだんね、こういう風になってきてしまっていて、これ、実は2本あります。これ丈夫なんですよね。丈夫っていうかね、全体的にこの幅とかレザーの厚みだとか、まあここら辺もオールブラックなところが気に入っていて、ただこれに代わる何かをね、ずっと探しているんですけれども、まだね、たどり着けていないと。ということで、ベルトはね、これを使っております。じゃあ、早速行きたいと思うんですけれども、どこから行こうか。手前から行きましょうか。まず1本目、こちらでございます。じゃーんと。スラックスパンツですね。ものはですね、ユニクロ。ユニクロ U のスラックスでございまして、サイズは、76センチですね。はい、ということでね、シルエットもですね、着が間挟んだと思うんですけども、このね、腰回りゆったり、股上深め、このね、太すぎないこのストレートのライン、めちゃくちゃ気に入ってます。多分ね、結構1番2番ぐらいの勢いで履いているんではないかなというような感じなんですけれども、ユニクロ U といえば、2月21日金曜日かな、新作発表されますね。ボトムスね、気になってきてしまっていますね。ただその前に、今期間限定価格で、ユニクロのね、パラシュートパンツだったかな、あれね、試着したらめっちゃ良かったんで、多分買うと思います。で、このボトムスなんですけど、話がずれるな。で、これのね、気に入ってるところ、この素材感ですよね。ちょうどいい感じにピンと合いましたね。この、若干このストレッチ。やっぱジャージー素材なので、で、裏がね、こう、ツルッとしてる素材なんですよね。これがね、やっぱりね、めちゃくちゃ履きやすいし、このダークグレー、やっぱスラックスなので、少しこう、綺麗めにも履けると。これはね、ほんとね、フルで愛用しております。ヘビロテでございますね。これからの季節だったら、今日着ているようなこういったミリタリージャケットもそうだし、あとシャツ関係。シンプルなね、白いシャツがね、無印良品のものがあるんですけど、それがね、ちょっと欲しいのがあるんで、多分それも買うと思うんですけども、まあなるべく今年はね、こうちょっと綺麗めも含めたですね、まあ無地系のアイテム、コーデをね、楽しみたいと思います。だからこれにこれなんかほんと抜群ですね。まあ着画も含めた、今日の動画となります。それからですね、続いてまあ隣行きましょうね。こちらでございます。オアスローのファティーグパンツでございます。このね、いいですね、このミリタリーな感じがね、僕の心をくすぐる。で、オアスローなので、こういったね、タグがついております。で、サイズがね、これが M サイズでいいのかな。これね、やっぱりこう生地が丈夫ですよね。ほんとしっかりした生地で。
このね、ボトムス、やっぱりこの後ろから、やっぱりね、まあ、ボトムスって当然前からのね、シルエットとか見た目もね、あれなんですけど、やっぱ後ろのこのね、このね、ポケットのこの感じ、この感じがね、めちゃくちゃ好きで、まあ、相変わらずね、こう、気持ちこれもそうだったんですけど、ワイド、基本気持ちワイド気味なね、あの、シルエットが好きで、このオアスローのパンツはですね、あの、細身のタイプもあるんですけれども、まあ、今回ね、このレギュラーのタイプっていうのかな、こちらをチョイスいたしまして、もう大正解だったんじゃないかなと思っております。で、あの、ロールアップね、してね、ちょっとこう、今後だったら、まあ、さっきね、この、ね、コンバースのオールスターと合わせたと思うんですけれども、ちょっとレザーのね、靴とかとの相性もよろしいんではないかなと思ってですね、僕だったら、ドクターマーチンのタッセルローファー、あのあたりで、ちょっとシンプルな白シャツで、みたいなロールアップしちゃって、みたいな感じで履けたら、これ、春楽しめる一本なんではないかなと思っております。で、そうそう、その中でね、今日ね、そうだ、そうだ、先言うの忘れてた。まあ、7本ね、今履いているヘビロテで、まあ、比較的ね、履いている7本なんですけれども、その中で、1位、2位、3位、ランキングね、していこうと思います。最後にね、こう、ランキングいこうかなと思っておりますので、そうそう、それを言うの忘れてたね。で、続きまして、こちらでございます。最近、僕のブラックパンツの定番といえば、こちらでございます。リーバースのスタプレでございます。ここですね、タグですね、リーバイススタプレでございます。ちなみにね、サイズがこれが、76センチですね、リーバイスのスタプレ。もね、この相性ね、めちゃくちゃね、良かったと思います。で、スタプレ全然ここね、プレスの部分消えてございません。さすがリーバイスクオリティですね。で、生地もね、しっかりした丈夫なね、生地でございますので、もうガシガシガンガン入って洗いかけて、どん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 、あの、ディッキーズのあのパンツじゃないけども、まあそれぐらいね、こう履き潰してもかっこいいんではないかなと思っております。で、あとね、ここのね、この黒のね、タブに、ゴールドのこのリーバイスの小文字、これいいっすよね。今なんかちゃんとはっきり言ってなかったな。黒のタブにゴールドのリーバイスのここですね。ここね、めちゃくちゃ好きです。で、これが実はっていうか、もう一本ね、このカットオフのモデルも持っているんですけれども、それがどちらかというとストリートっぽくもなるので、まあそのあたりね、履き比べるその用途に合わせて、服装に合わせて履き比べるっていうのかな、まあそんな感じですね。まあどちらかというと、こっちだったら少しこう綺麗めなね、感じの時にも合わせたいなと思えるスタプレでございました。黒パンはやっぱ使えますよね。いろいろありますけれどもね、シルエット細身とかね、いろいろ持ってくるだけで、あの、トップスの印象も変わりますしですね。いや、このリーバースやっぱ良かったスタプレね。で、続きまして、ここからなんですけれども、これやっぱりデニムがやはり基本好きなんだなっていうのをね、思っておりまして、まず1本目こちらです。この前ね、買ったよ動画、最近だったと思います。こちらで、最近って言っても1ヶ月ぐらい経つのかな、忘れたけど、こちらです。ユニクロ U の、5ポケットジーンズでございます。5ポケットジーンズと言っても、ちょっとね、こう、まあ、これ、後ろ、このね、デカポケいいっすよね。この後ろからのシルエット好きなんですよ。で、ポケットも若干こういうような感じ。まあ、血のパンまではいかないけれども、普通の5ポケットのように、こういう作りじゃないですよね。まあ、ちょっとだから、手も、ポケットにね、手を突っ込みやすいと。あとはやっぱ細かい部分、やっぱりね、これね、ユニクロ U、これも一応ね、僕あの、76センチのね、タイプをね、買っているんですけれども、やっぱりね、こう、ゆったりしたシルエット。
ぱ定番的にね、やっぱ合わせやすいっすよね、これは。で、これね、まあ、値段もね、もともとがいくらでしたっけ ?3990 プラス税だったと思うんですけども、1990プラス税で買ったのかな。このクオリティ、こうしっかりしてるんですよ、生地。結構ね、やっぱ生地もしっかりしてて、色落ちが今後こう楽しめるデニムかって言ったらそうではないと思うんですけれども、濃いめのデニムをね、一本履きたいなって、ちょっとこう後ろから見たシルエットもそうだし、綺麗めなデニムパンツって言えば僕ね、ユニクロ U、これはね、コスパほんと最高に良かったんじゃないかなと思ってます。いや、これでね、19とかで買えるんだったら、めちゃくちゃお得ですよね。まあ、あとそれにしても、2月21日、ユニクロ U の新作、めっちゃ楽しみですよね。で、続きましてですね、こちら、デニム続きまーす。じゃーんと、このパッチワーク、非常に気に入っております。非常に気に入っております。ものはですね、こちら、ブルーブルー。ブルーブルーの、5ポケットデニムでございます。これさ、1位に3位つけたいなと思ったけれども、どうしようか。どうしようかね。めちゃくちゃ困るな。めちゃくちゃ困るな。で、こちらの特徴としてはやっぱりパッチワークの感じすごくいいですね。で、あの買った時より、結構ね、やっぱ履いてるんで、このあたりがだんだんこう自分らしい、味にはなってきてますね。まあやっぱブルーブルーハリウッドランチマーケットだけあって生地もしっかりしてますし、やっぱデザイン的なものも含めて、まあ作り込まれてる感はあるので、まあそこのところが気に入っているのかなと思っております。で、これサイズね、一応ね、まあ、31インチなんですけれども、まあ、若干縮んでるような感じはあるので、29よりは大きいかな、まあ、30ぐらい、31かいかないかぐらいのね、感じではあるんですけれども、まあやっぱりこのね、これはね、太すぎないストレートデニムということで、これですよ。結局ね、これやっぱミリタリーのね、アウターがね、めちゃくちゃね、まあこれ以外、これとこれちょっと合わせたら結構ね、まずいけれども、合わせやすい。結局これがいいんじゃないかっていう話もあるかもしれないですけど、このね、デニムのね、色落ち具合とパッチワーク具合、後ろからの見た目のシルエット。まあ、なかなかね、これ定価で買おうと思ったらいくらぐらいしますかね。2万5000とか3万ぐらいすんのかな。まあセカストでね、めっちゃ安く買えたアイテムでございます。セカスト掘り出しも結構ありますもんね。これ夏にさ、ほんと、なんかアメカジ要素たっぷりの T シャツとか着たらめっちゃかっこいいな気がするな。で、続きまして、これは僕の定番だと思います。私、定番でございます、これは。もうね、あれね、これこう見ただけで、あれねと思います。思うと思います。はい、そうです、その通りです。リーバース、エンジニアドジーンズ、570、ピント合わない。ピントが合わないピントがあった570バギーテーパータイプですね。安定感抜群じゃないですか。もうね、これ安定感抜群だと思います。なんだかんだってね、結局ね、最後もね、あのブルー系のね、あの何の加工もしてないもんなんですけれども、結局このあたり使い勝手いいっすよね。ということで、これのお気に入りのポイント、20年ぶりに復活しましたエンジニアドジーンズということで、気に入っているポイントもありますし、やっぱりこのね、サルエル、あと立体裁断、肩ポケット、ポケット大きめ、腰回りゆったりめ、見た目のインパクト、特徴がある。しかもこのリーバイス、この中でね、全部を含めて、一番履いてるモデルなんではないかなと思います。まあ実際ね、買ってから1年経ちますんで、それが一番履いてるだろうっていう話にもなると思うんですけれども、
この履き心地は良かった。まあね、新しくなったモデルに関しては、こう、ストレッチがね、入ったようなデニムになるんですけれども、まあ、これね、なんていうかな、気取らず履けるデニムっていうことで、非常に気に入っているような、感じのリーバイスエンジニアドジーンズ570バギーテーパータイプでございます。これもね、今年多分ね、また夏履くんだろうね。これね、だからこう、折ってね、クロップドっぽくね、履いて、あとスニーカーソックスでスニーカー履いてもね、使えるような一本じゃないかなと思ってます。最後なんですけれども、こちらでございます。もう、ド定番にやっぱり戻ってきてるなって自分の中でね、感覚的なものがあって、もう普通の5ポケットデニムでございます。まあ僕が持っているのが、ジョンブル。ジョンブルのですね、これちょっとわかりづらいかな。ジョンブルのね、5ポケットモデル、5ポケットデニムなんですけれども。これ一番やっぱ定番的に使えるなと思って、やっぱアメカジな感じで、今年の春夏は多分基本やっぱそこベースからのちょっとスポーツミックスな感じもね気になってはいるんですけれども、やっぱこうシンプルにこれ履いてこれ履いて T シャツ着てチェックのシャツとか、まあ普通のねこうもうほんと白シャツ、白シャツに普通の5ポケットジーンズ、普通のスニーカー、このあたりいいんじゃないかなと思っております。ね、一番普段着として一番履いてるんじゃないかな、最近特に普段着として、普段着として一番履いてるような感じですね。これね、ボタンフライもね僕実はね結構好きで、ボタンフライも気に入っているポイントかなと思ってますね。ただこれもですねリジットから買ってるわけではなくて、これヤフオクかなんかで買ったんですけれども、ちょっとちょっと色落ちに関しては期待できないので、そこのところをクリアするためにはやはりリジットモデルの何かを買って育てたい。ちょっとそこはもし買ったらこれ履かなくなっちゃうかもしれないんですけれども、それまではこれもうほんとめっちゃ普段着で一番履いている、ボトムスなんではないかな、デニムなんではないかなと思っております。こんな感じでいいかな、動画としては。まあいいや。でじゃあ最終的にめっちゃ今ね悩んでるんですけど、じゃあ1位に3位つけるんだったらどれかなっていう風に思ってて、まあ今日今現時点で今日のこの動画の現時点で今一番気に入ってるモデル、まあね1週間後また聞かれたら多分ね違う答えが出ると思うんですけど、今ね気に入ってるのはそう3つだもんね、三つだもんね。超悩む。超悩むね。どうしようかな。めちゃくちゃ、いや、結局ね、全部気に入ってるんですよ。全部気に入ってるけれども、あえて第3位をつけるんであれば、これかな。オアスローのファティーグパンツ。こちらの方、第3位でいきたいと思います。これやっぱ本当これからの時期なんですけれども、やっぱシンプルに、まあこういったね、無地系の T シャツと合わせてスニーカー履いたりとか、あとはこう、ちょっとこう、ドクターマーチのね、タッセルローファーなんか合わせてもね、かっこいいんじゃないかな、かっこいいんではないかなと思っています。ただ第3位の理由としては、ミリタリーのね、アウターを着た時にはちょっとこうね、無理だなという、難しいなと。思っちゃうんですよね。まあ、ただ合わせ方にもよると思うんですけれども、ただ色目もいいし、シルエットもいいし、生地感もそうだし、履いててなんかね、やっぱこう、個人的にこう安心する感がある。まあ、それで、まあ一応まあ第3位、オアスローのファティーグパンツでございました。一応ね、レギュラーの細身のタイプじゃないモデルでございます。で、続きましてなんですけれども、めっちゃ悩むね。どうしようかな。気に入ってるのがね、第2位でしょ？第2位。第2位。ちょっとブレイクね。第2位でしょ？第2位か。どうしよう。多分ね、こうカットしてます。間カットしてると思います。
デニムのね、これはね、もう、僕の中、ド定番になっちゃってるんで、で、履いてるのは、やっぱ一番履いてるんですけれども、順位で行くとね、順位じゃないんすよ。順位じゃないんすよ。順位で行くとどっちかなんだよね。両方気に入ってんだよね。全然違う。もうこれに関しては、もう別物。別物です。だって、ダメージでパッチワークと、ね、ノン加工で、もう全然違う。もうブランドもやっぱりね、ユニクロとブルブルだし、全然違うんで、以上同率2でございます。やっぱね、やっぱこういうパッチワークでアメカジの匂いプンプン好きなんですよね。好きなんですよね。で、ユニクロ U に関してもやっぱりこう、みんな一緒に履けるっていうところも結構気に入ってるし、男性女性問わずですね、メンズのこのデニムに関しては使えるんではないかなと思っていて、まあそういった意味も含めて、あとこう、なんていうかやっぱ綺麗めな感じの要素も入っているっていうことで、まあそこら辺が気に入っているので一応、まあ同率2位かな、同率2位だけど若干こっちの方が、まあでもね、まあ同率2位でございます。やばい、ここまで僕悩むと思ってなかったので、第1位決まってます、こちら。第1位これいきたいと思います。ユニクロ U のスラックスパンツでございます。ジャージ素材のスラックスですね。まあ少しやっぱり綺麗めなところで持っていきたいっていうのもあるし、まあ T シャツ1枚で合わせたいっていうのもあるし、まあこういったね、ミリタリーのジャケットとかのね、相性もいいのでですね、もうこれは、まあ気に入ってますね。現時点、ユニクロ U のジャージ素材のスラックスパンツでございました。まあゆったりしたシルエット、抜群です。まあ最近お気に入りの7本のアイテムボトムスと、順位付けランキング3位の発表という動画でございました。じゃあね、今からですね、着画撮って間に挟み込もうと思います。ということで、またね、こういった感じで好きなことをね、動画やっていきたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつでした。黙っていてください。なんだかんだってね、結局ね、この組み合わせ良くないですか？コンバースのオールスターのホワイトと、まあミリタリージャケット。このあたり、やっぱ根本好きだなって。